んにちは、大城めぐみと申します。西芝三丁目に住んでおりまして、おととし去年と続けて今回3度目の出演とさせていただいてます。またこんなにあの素敵な作品に囲まれて、今日も演奏させていただくことができてとても嬉しく思います。それでは30分程度ですが、あのお付き合いいただけたらと思います。これはこっちに確かに持ってるんですね。スピーカーに近い方はもし伴奏の音がちょっとうるさくて辛いようでしたらおっしゃってください。それでは安直を用意しております。まず1曲目は、昭和歌謡から、懐かしの昭和歌謡でザ・ピーナッツの恋のバカンスをお聴きください。
恋の痛みを遠く思い切る日、この歌は、石川啄木の歌で、石川啄木が、遠い昔の初恋、自らの初恋を思い出して歌った歌と言われています。この歌に、作曲家の越谷辰之助という人が、曲をつけまして出来上がったのが初恋という曲です。それではとても美しい曲ですのでお聴きください。初恋です。私にとっても1年の総決算という感じでして、今年1年やってきたことの締めくくりでもあるんですが、今年1年にいろんな場所で一番多く演奏してきた曲をお届けしたいと思います。スタジオ・オブ・テュプリの名曲の中からハウルの黒潮の主題曲世界の約束です。もしかすると見たことないし知らないわという方もいらっしゃるかと思うんですが、とても綺麗な曲ですのでお聴きいただけたらと思います。Thank you.
このご近所には花水木の木を庭に植えてらっしゃるあのお家が多くて、花水木の咲く季節になると白やピンクの花がとても綺麗に咲いていて、散歩しながら目を楽しめさせていただいております。季節からはちょっと外れてしまっている曲ですが、素敵な曲ですのでお聴きください。
ここで残る2曲となりましたが、次の曲は、先ほどあのハーモニカでも素晴らしい演奏を聴かせていただきましたが、坂本九の見上げてごらん夜の星を、日本の名曲と言いますか、むしろ世界の名曲という感じで、私も大好きで小さい頃よく歌った記憶があります。それでは、見上げてごらん夜の星をお聴きください。Thank you.
3土曜日にオカリナの会を開催させていただいております。もしこのオカリナっていう楽器、小さくて可愛いし簡単な楽器ですので、興味を持たれた方はよければ一度ご見学にいらしてください。それでは今日はどうもありがとうございました。どうも、大塚さんありがとうございました。皆さんもう一度盛大な拍手で。時間経ちますけど、ゆきら何か一つ、ここを見たいんですか。アイサーさんならすぐにできるかと思います。アイサーさん、お願いします。していただけたらと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。